皆さんこんにちは。おかわりありませんか？暖冬と言われたこの冬、連日晴天続きですが、朝晩の寒さは厳しく、空気も非常に乾燥しています。インフルエンザや風邪が大変流行っておりますので、健康には十分注意してお元気にお過ごしください。それでは今月も声の広報時川をお届けします。この声の広報時川は、時川町社会福祉協議会のご承諾を得て、私たち朗読ボランティア時川が制作したものです。また朗読ボランティア時川では、このほか目の不自由な方、視覚障害者や高齢者を対象に、希望される本を朗読する対面朗読を行うこともあります。お申し込みお問い合わせは、時川町社会福祉協議会までお願いします。広報時川、2019年2月号、ナンバー157。今月の担当者は、小野田、八木原、坂下、牛久、吉田です。表紙の写真の説明をします。表表紙、1月13日に行われた成人式、鮮やかな晴れ着を身にまとった新成人たちの写真が掲載されています。裏表紙、1歳6ヶ月時に送られる木育のための時川木積み木の写真が掲載されています。説明を終わります。2ページ3ページ、平成30年度時川町成人式。成人式の開催にあたって、成人式の開催にあたり、時川町長渡辺和美様をはじめ、ご臨席賜りました来賓の皆様に、新成人を代表して心よりお礼申し上げます。私たちは成人式という人生の節目、そして大人としての門出を迎えることができました。今日を迎えることができたのも、私たちを育て、励まし、ご指導いただきました家族や先生方、温かく見守っていただいた地域の皆様のおかげであることに、改めて感謝いたします。今日私たちは成人式を迎え、社会では成人としての扱いを受けます。すでに社会に出て働いている人もいるとは思いますが、ほとんどがこれから社会人としてスタートしていきます。これからはすべてのことに責任が伴います。社会で働くこと、生きていくこととはどういうことなのか、自分の行動や発言に責任を持つということはどういうことなのか、これからの社会を担うものとして改めて考え、歩んでいきたいと思います。そして、時川町で成長できたことを誇りに思い、日々精進してまいります。成人式実行委員、沢崎美里。お礼の言葉。本日は成人を迎えた私たちのために、このような盛大な成人式を開催していただき、誠にありがとうございます。また、お忙しい中、ご臨席賜りました、時川町長渡辺和美様をはじめ、来賓の皆様に、新成人を代表いたしまして、心より感謝を申し上げます。今日という日を迎えることができたのは、20年間、たくさんの愛を持って育ててくれた両親、家族、時に厳しく、時に優しくご指導してくださった先生方、いつも近くで見守ってくれた地域の方々、数えきれないほど多くの皆様の支えがあったからだと思っています。そして何より、小学校、中学校を共に過ごしてきた仲間たちと、今日という日を迎えられ、とても嬉しく思います。私たちは、これから厳しい社会の中で生きていきます。成人として自由にできることが増える反面、一つ一つの言動に責任を持たなければなりません。私たちの中には、すでに就職して毎日奮闘している人や、大学、専門学校で日々勉強し、
自分の目指す目標に向かって努力している人など、それぞれ違う道ではありますが、一日一日を懸命に過ごしています。自分も卒業後の社会人としての生活に胸を躍らせています。しかし、これから社会に向けて不安もたくさんあると思います。慣れない生活に失敗の連続だと思います。壁にぶつかることもあるでしょう。耐えきれず、現実から逃げ出したくなることもあると思います。しかし、これは私たちが立派な大人として生きるために乗り越えなければならないものです。私たちはまだまだ未熟です。これからも両親を心配させることもあると思います。しかし、ここにいる仲間たちと切磋琢磨しながら、一日でも早く皆様に恩返しができるように努力していきます。最後に、本日ご臨席賜りました皆様に、深く感謝申し上げ、お礼の言葉とさせていただきます。平成31年1月13日、新成人代表、浅見隆二。晴れ着姿の嬉しそうな新成人の方々、実行委員の挨拶、成人式の集合写真、新成人代表の挨拶など、15枚の写真が掲載されています。4ページ、季節の便り、155。早春の日だまれで小さい花を咲かせて、そっと春を告げてくれる、立ち犬のふぐり。立春を迎えたとはいえ、自然界はまだ冬そのもので、暦だけが早くも春を先取りしているかのようです。この時期になると、やれ今年の気象は、春の気配は、など盛んに言われる頃だとは思いますが、この時期、植物の世界はというと、どの種と言わず、春に向けて開花の準備に全神経を集中させているように思います。さて、今月は、花があまりに貧相なので、今年こそは見事な花を咲かせてやろうと全力で取り組んでいるようですが、いつになってもヒノキ舞台に立てない気の毒な植物の種もありますので、今月はそうした仲間の一つ、立ち犬のふぐりについて書いてみたいと思います。立ち犬のふぐりは、ゴマの葉草科のユーラシア大陸原産の1、2年生の植物で、明治の初め頃、日本に渡来して、気化植物となり、今は全国に広がり繁殖しています。形態は、茎は直立して、高さ10から30センチ余りになり、葉は対生していて、大部分は葉柄がなく、葉の縁には数体の低い鋸歯があり、表裏とも短毛によって覆われています。葉は根元から上に行くに従って小さくなり、互生するようになり、葉の抱擁に変わるようです。抱擁になるとより幅が狭くなり、片側に1から3個の鋸歯を持つようになり、それぞれ1つの花を抱くようになります。図鑑によると、花の時期は毎年3月から6月とありますが、この頃のように異常気象の年には2月頃からの開花も見られるようです。花の大きさは計4ミリメートル余りで青紫色をしています。花の後には縁に繊毛のある扁平な実になります。名前は生態や特に実の形が同じ仲間の大犬のふぐりなどに似ていることと、草の形状が直立していることから付けられたということです。同じ仲間には、犬のふぐり、フラサバソウなどがあります。犬のふぐりなど、花も実も特徴がない植物ですが、今はほとんど見ることができない貴重な種になっているようです。また、フラサバソウは、江戸時代末に九州地方へ持ち込まれた新しい種なので、まだ関東地方へ分布が広がっていないようで、時川町ではまだ見ることができないようです。ちなみに、犬のふぐりは戦後間もない頃にはどこでも普通に見られたもので、
花の色は淡い紅紫色をしていたと記憶しています。今の時期になると植物ばかりではなく、誰もが一日も早く春の雰囲気に思いっきり浸り、色とりどりの花の下で旧友と思い出話をしたり、食事でも一緒にしたりして楽しんでみたいと、そんな夢でも見ているのではないかと思います。庭の片隅で開き始めた吹きの塔に語りかけながら、桜の開花を待ちたいものです。写真と文、小林和人さん、大和座本郷。立ち犬のふぐりと小林さんの写真が掲載されています。5ページ、目次。6ページから16ページ、町より頼り。17ページ、18ページ、グラフ時川。20ページから26ページ、インフォメーション、暮らしの情報。ここまでの担当は小野田でした。6ページ、生き生き活動センターだより。生き生き活動センターは、何をしているの？生き生き活動センターは、町民の皆さんの生きがいづくりや健康増進のための実質的な活動支援、多世代間の交流促進を目的に設置されたコミュニティ施設です。センターは家族相談支援センターが管理しています。センターの機能、まず一つ目は施設の貸し出し機能です。広報11月、12月、1月号で紹介していますので参考にしてください。二つ目は、家族相談支援センター機能です。主なものは、相談所業務や防犯に関することです。迷惑相談、困りごと相談、教育相談、消費生活相談など、専門の相談員が解決方法のアドバイスや必要な相談機関への紹介などにあたります。相談内容により曜日が異なります。詳細は広報の暮らしの情報ページに掲載していますので参考にしてください。そして3つ目が世代間交流やコミュニティ作りの機能です。多世代間交流ホールや2階テラスは、誰でも自由に利用できる交流の場としてご利用できます。散歩の途中の休憩や待ち合わせ、お友達との歓談などお気軽にお立ち寄りください。また、センター共催事業による講座や、作品展示も開催しています。生き生き活動センター共催事業による作品展示協力者を募集しています。センターでは、多世代間交流ホールの一角を、生きがいづくりや健康増進活動をしている団体などの作品や活動の発表の場として無料で提供しており、作品などの展示に協力をしてくださる団体や個人を募集しています。対象団体等、1、町の事業や施策に関連して活動している団体、文化団体、公民館活動、障害学習、高齢者サロン、子育てサークル、保健センター事業関連団体、趣味の会など。2、町内で生きがいづくりや健康づくりのために活動しているグループや個人、仲良しグループ、個人など。展示スペース、1階、多世代間交流ホール内、幅300センチ×奥行き100センチ×高さ250センチを基本とします。展示期間15日以内。展示方法、陳列ケースはありません。オープン展示となります。展示用資材、展示用パネル、フック、テーブルなどを貸し出します。展示準備、片付け。展示方法や取り扱いについては協議の上、共同で実施します。
広報、掲示物、チラシや予告ポスター、看板は事務局で作成し、町ホームページに掲載します。展示内容、作品展示と合わせて活動紹介は必須です。その他、会員募集やワークショップ開催の PR、アンケートが可能です。ご注意。当事業では、事業者や営利目的の展示・販売はできません。事業者や営利目的展示をご希望の場合は、有料利用となります。申し込み・問い合わせ、ときがわ町生き生き活動センター、電話 66-0222、共催事業として手芸作品の展示をしてくださった乙女クラブの皆さんの写真があります。7ページ。空き家の適正な管理をお願いします。空き家を放置すると様々な問題が発生します。地域住民の防犯上、防災上の不安を増幅させる要因になります。空き家の管理は所有者の責任です。空き家は個人の財産です。所有者は適切に管理する義務があります。第三者に被害を及ぼした場合、空き家所有者は損害賠償などの管理責任を問われます。家は使われなくなると途端に傷みが早くなります。鳥獣の住処、建物の倒壊の恐れ、草木の繁茂、景観の悪化、不法侵入や放火の恐れ、そして外壁が剥がれ落ち通行人が負傷、治療費や慰謝料を求められたなど、このような例があります。空き家などお持ちの方で管理にお困りの方は、次の団体にご相談ください。ときがわ町シルバー人材センター、屋外の草木伐採など、電話 66-0220、空き家管理代行、埼玉県空き家管理サービス事業者登録制度によるもの、埼玉県のホームページからもご覧いただけます。平成30年4月スタート。公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会、電話 048-811-1840、 公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部、電話 048-866-5225、 売却・賃貸・解体なども相談できます。ポスト・郵便物の確認、駐車場や通路・排水口清掃、屋根や外壁の劣化・目視確認。問い合わせ、建設環境課、電話 65-1539。 今月の納税、固定資産税第4期、国民健康保険税第8期、後期高齢者保険料第8期、介護保険料第8期。納付期限は2月28日木曜です。口座振替をご利用の方も、同日が振替日ですので、残高不足にご注意ください。残高不足などにより、口座振替ができない場合は、現金納付になりますので、ご注意ください。問い合わせ、役場税務課、電話 65-0811。8ページ、9ページ。平成31年度、ときがわ町、ふるさと納税お礼の品を募集します。町では、ふるさと納税の推進と町内産業の活性化を図るため、町外にお住まいの方が、ときがわ町に1万円以上のふるさと納税、寄付をしていただいた場合、ときがわ町の特産品をプレゼントしています。平成30年度は、24事業者のご協力をいただきました。平成31年度、ふるさと納税お礼の品を次の通り募集します。
この事業に賛同し、参加していただける地元事業者のご協力をお願いします。平成30年度のふるさと納税お礼の品一覧は、町ホームページからご覧いただけます。募集期間、1月28日月曜から2月15日金曜まで。登録要件、町内に本社または事業所を有する法人または個人、徴税の滞納がないこと、代表者などが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の構成員ではないもの、地元事業者のメリット、ふるさと納税サイト、ふるさとチョイス、町のホームページ、ふるさと納税チラシなどを通じて、企業名、商品名、事業者が応援している町事業などが PR されます。特産品発送時に、自社商品、パンフレットなどが同付できます。登録方法、ときがわ町、ふるさと納税お礼の品贈呈協力地元事業者参加申込書に必要事項を記入し、写真、画像データ、提供商品のパンフレットなどを添えて、役場企画財政課財政担当まで提出してください。ふるさと納税お礼の品として募集する特産品、本町の特産品として PR できるもの、町内で製造、加工、採取、栽培などが行われている商品など、市場における価格総額が税込みで次の価格以上であること、1、2000円以上、2、6000円以上、3、1万円以上、寄付額に応じてお礼の品を1、2、3に区分します。地元事業者の方は希望する区分にお礼の品を一つずつ登録ができます。いずれかの区分のみにお礼の品を登録することもできます。発注したふるさと納税お礼の品特産品は1、2000円、2、6000円、3、1万円の金額を上限にお礼の品代金として実費送料とともに後日町から事業所へお支払いします。ちょい得クーポンのサービス品を募集します。町では、ときがわ町にふるさと納税、寄付をしていただいた方にお礼として、ちょい得クーポンをプレゼントしています。この事業に賛同し、ご参加いただける地元事業者を募集します。クーポンは、登録事業者で提供可能な、寄付者のちょい得感を誘うサービスをご登録いただきます。金額の指定はありません。またサービスはあくまで事業者にご提供いただくもので、町から費用のお支払いをするものではありません。平成30年度は24事業者にご協力いただきました。募集期間1月28日月曜から2月15日金曜まで。登録要件、町内に本社または事業所を有する法人または個人、徴税の滞納がないこと、代表者などが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の構成員ではないもの、地元事業者のメリット、寄付者がクーポンで紹介した町内事業所へ出向くことでサービス品以外の商品への経済効果が期待できます。登録方法、ときがわ町ふるさと納税お礼ちょい得クーポン、サービス品登録申込書に必要事項を記入し、企画財政課財政担当まで提出してください。直接持参、郵送、メール、いずれも可能です。ちょい得クーポンとは、寄付者の包丁を期待し発行する、ときがわ町内の商店、事業所などで使えるクーポン券です。このクーポンを受け取った方は、
クーポンに記載されている商店、事業所などでこのクーポンを渡すことにより、クーポンに記載されたサービスを受けることができます。クーポンに記載されるサービスの内容は、町内商店、事業所などよりご提供いただくサービスです。ときがわ町ふるさと納税お礼の品贈呈協力地元事業者参加申し込み書、ときがわ町ふるさと納税お礼ちょい得クーポン、サービス品登録申し込み書は町のホームページ、企画財政課窓口でも入手いただけます。1月28日月曜より配布予定です。問い合わせ企画財政課電話 65-0404。10ページ。平成31年、32年度、ときがわ町、小規模契約希望者登録の受付を実施します。平成31年、32年度において、町が発注する小規模な契約工事について、ときがわ町、小規模契約希望者登録に係る登録申請の受付を次の通り実施します。申請受付。期間2月4日月曜から3月1日金曜まで9時から17時土曜日曜祝日を除きます。なお新年度以降は随時受け付けます。場所本庁舎2階企画財政課窓口。申請書類など町ホームページ掲載のデータをダウンロードまたは企画財政課窓口で配布します。その他、添付書類は、申請要領に記載する書類。提出方法、持参のみ。郵送による受付は行いません。対象、1、ときがわ町が発注する5万円を超え、50万円以下の工事。2、町内に主たる事業所を有する法人、または住所及び事業所を町内に有する個人の事業者。参加資格の有効期間、平成31年4月1日から平成33年3月31日までの2年間。なお、申請後に生じた変更事項については、変更届及び必要書類を添えて速やかに提出してください。問い合わせ、企画財政課財政担当、電話 65-0404。春の全国火災予防運動。3月1日金曜から3月7日木曜。備えよう。住宅用火災警報器。全国統一防火標語。忘れてない?財布にスマホに火の確認。住宅防火、命を守る7つのポイント。3つの習慣、4つの対策。3つの習慣。1. 寝タバコは絶対やめる。2. ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。3. ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策。1. 逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。2. 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために防炎品を使用する。3. 火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する。4. お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る。防火ポスター展示。町内小学4年生の入選作品です。ところ、アスピア玉川1階展示ホール。展示期間3月1日金曜から3月7日木曜開館時間内。問い合わせ、小川消防署消防課、電話 72-3565。関東電気保安協会より、冬の省エネルギー。冬の室温は20度を目安にね。見てないテレビや照明はオフ。お出かけ時はプラグを抜いて待機電力をカット。
声の広報時川。声の広報時川は、朗読ボランティア時川の皆さんの協力を得て、音声で町広報誌を聞くことができます。町ホームページまたは二次元コードからアクセスが可能です。広報を発行した日から10日前後に町ホームページで配信します。その他に CD やテープでもお渡ししております。お気軽にお問い合わせください。問い合わせ総務課電話65-0401。11ページ。本人通知制度をご利用ください。本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍登録本など代理人や第三者の請求により交付されたとき、事前に登録した本人に交付の事実を通知する制度です。委任状の偽造や身元調査などを目的とした住民票などの不正取得の早期発見や抑制につながります。登録できる方、当庁の住民基本台帳に記載されている方、または戸籍に記載されている方、登録に必要なもの、1、登録申請書、2、印鑑、3、本人確認書類、運転免許証、マイナンバーカードなど、4、代理人の場合は、本人からの委任状及び代理人の本人確認書類。なお、登録申請書は役場町民課に備えています。町ホームページからダウンロードもできます。通知の方法。登録された本人、法定代理人の場合は代理人宛に封書で送付します。通知する内容。1、交付年月日。2、交付した証明書の種別。3、交付した通数または件数。4、請求者の種別、代理人または第三者。なお、請求者の氏名、住所は通知されません。裁判及び紛争に関わるもので、特定事務受任者、弁護士、司法書士などが請求した場合、または公用による請求は通知されません。問い合わせ、町民課、電話65-0812。平成30年度、埼玉県地震対策セミナーを開催します。入場無料、事前申し込み、先着順です。埼玉県においても、首都直下地震など大災害が発生した場合には、どれだけ備えをしていても長期の避難生活を余儀なくされると想定されます。避難生活の実態を知り、どのように備えるべきかを学ぶため、東日本大震災や熊本地震の支援に入り、現在、西日本豪雨災害支援中の現場を誰よりも知るピースボート災害ボランティアセンター、唐島ゆかり氏を講師にお招きし、地震対策セミナーを県で開催します。ぜひご参加ください。日時、2月5日火曜、13時30分から16時、12時30分会場。会場、埼玉会館小ホール。浦和駅西口徒歩6分。定員500名。内容、1、講演、唐島ゆかり。ピースボート災害ボランティアセンター現地コーディネーター。2、事例発表、平成30年度知事表彰受賞団体。地震対策セミナーの中で受賞した自主防災組織などの表彰式を行います。問い合わせ埼玉県危機管理課、電話048-830-8141。時川町温泉スタンド。ほかほかすべすべ、アルカリ性ナトリウム塩化物冷光泉。ご家庭で本格的な温泉を気軽に楽しめます。営業時間9時から17時。毎週水曜日が定休日です。
利用方法。セルフサービスの温泉スタンドです。20リットル100円。50円単位で販売。お釣りは出ません。浴槽200リットルにつき20リットルが目安です。注意。入浴後、鉄製品などは水洗いしてください。また、温泉の飲用はできません。衛生管理のため、塩素滅菌を行っています。所在地、時川町大和大月870番地3。花園保育園から大月方面へ約150メートル。問い合わせ、時川町役場産業観光課、電話直通 65-1532。ここまでの担当は、八木原でした。